コスティア・コンスタンティノフは、ロシア出身のピアノ奏者、指揮者、作曲家、オデッサ出身。18歳の時に、コンスタンティノープル経由で、ベルリンとパリで音楽を学んだ。1920年代には、パリでピアノ伴奏やオペラの指揮を受け負って、キャリアを積み、1930年代には、シャンゼリゼ劇場のロシア音楽祭に参加したり、マイケル・チェホフの劇団のために、 劇音楽を提供したりした。1933年にはパリ公共楽団を指揮して自作の交響誌、スタディアムを発表している。1940年からパリ放送のピアニスト見識者として活動。第二次世界大戦後の1946年にはロンドン、ウィーン、コペンハーゲンを演奏して回った。1947年にはアメリカに遠征したが、 飛行機事故により死去。コーステア・コンスタントナフ。2019年4月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年4月15日閲覧。コーステア・コンスタントナフ、ピリエデ・ラジオパリ。2019年4月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年4月16日閲覧。税。15。 クラットは、オリジナルの2019年4月15日時点における、アーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ UOKAU2019 年4月15日閲覧。コスティア・コンスタンティノフ・ディスコグスハット、イースタンエアラインズフライト605、ポートデポジット、MD。2019年4月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2019年4月16日へ閲覧。ありがとうございます。